演武開演。どうも、本日はこちら春日井製菓の粒グミソーダを食べたいと思います。ソーダ、どんなグミなんでしょう。ソーダは飲むのは苦手なのですが、アイスキャンディーとかだったら食べられるんですよね。不思議な味覚です。いや、味覚は不思議というべきでしょうか。うわ、炭酸の香りが。では一つ食べてみます。そうなんですよ、味覚って不思議ですね。食べてみましたが、最初にちょっと硬いんですよね。ちょっとグミみたいにグニャッとなるのではなくて、それを噛み締めていくと、だんだんあの炭酸のシュワーっとした香りが口の中に広がっていて、すっきりしていきます。最後にフレーバーの味がきます。どれも美味しいのですが、私メロンは苦手なので、メロンソーダだけはちょっとでした。でもちょっと気分転換したい時にはぴったりだと思います。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。